今日は慶太天皇です。慶太天皇というと、越前から大友の金村によって大和に迎えられて大王旗を継いだという天皇で、慶太天皇から新しい王朝が始まるという、そういう考え方もあるのですが、この慶太天皇という漢風詩号は近江の三船がつけたのですが、慶太持統という熟語から作っているんです。ということは、慶太天皇と持統天皇の間に共通点を近江の三船は見出していたということになります。慶太と持統の共通点って何だろう。それは、しかるべき後継者に皇位を継承することを目的とした天皇ということになる。持統天皇の場合は、文武天皇に皇位を継承することを目的として天皇になったんですが、では慶太天皇は誰への皇位継承を目指していたんだろうということを考えてみました。で、この系図、男ばっかりでつないでいってるのでよくわからないんですが、実は慶太天皇というのは入婿なんですね。ここに皇女と書いて、大和政権の皇女に慶太天皇が入り婿しているんです。慶太天皇というのは大和を征服して天皇になったわけではなくて、大和王権に婿入りした天皇なんです。で、婿の場合、婿よりは家付きの嫁の方が偉いということになりますか。では、この皇女というのはどういう人なのかということを見てみると、慶太天皇が婿入りしたのは、田白河姫巫子です。田白河姫巫子は、父が仁顕天皇で、母が春日の大井田爪の姫巫子なんですが、この母親の父親、つまり田白河姫巫子の母方の祖父というのは、雄略天皇なんです。雄略天皇というと、日本の史料では若竹、中国の歴史書では和王武ということで、日本の統一を進めたという非常に有名な天皇です。で、雄略天皇を基準にしてこの系図に色をつけると、この系図ですと雄略天皇の皇統は清明天皇で切れてしまうんですが、系図に女性を付け加えると、雄略天皇の皇統は雄略春日の大井田爪の姫巫子、田白河姫巫子というふうにつながってきていて、そして田白河姫巫子に慶太天皇が婿入りして、そして欽明天皇が生まれると。欽明天皇というのは雄略天皇の系統を引く天皇なんです。それだけではなくて、この欽明天皇というのは3つの皇統を受け継いでいるんです。で、大和政権というのは5世紀までいくつかの王家があったと考えられています。まあ、この系図だけ見ても、雄略天皇の系統の王家と仁顕天皇の系統の王家があることがわかる。で、大和王家の中にあった2つの王家は、仁顕天皇と春日の大井田爪の姫巫子の結婚によって一本化し、そして欽明天皇は慶太天皇の皇統も受け継ぐ。欽明天皇には雄略天皇の系統の王家、仁顕天皇の系統の王家、そして慶太天皇の系統の王家。欽明天皇というのはこのように3つの皇統を一本化した人なんです。天皇家の皇統は一旦この欽明天皇に一本化されて、そして欽明天皇から分かれていくんです。欽明天皇というのは、日本の天皇家の系図を作る上で、欽になる天皇なんですね。ある意味、この人が一番大事な天皇とも言える。で、欽明天皇なんですが、この人29代の天皇なんです。慶太天皇は26代の天皇です。では、27代と28代の天皇は誰かというと、27代天皇は安閑天皇で、28代天皇は専科天皇です。
慶太天皇、安閑天皇、宣化天皇は3人とも仁顕天皇の娘を皇后にしています。このように3代にわたって婿入りを繰り返すことによって、慶太王家というのは大和政権の中に迎え入れられていったということになります。で、さっき欽明天皇のところに3つの皇統が流れ込んだと言いました。欽明天皇は雍略天皇系の皇統、仁顕天皇系の皇統、慶太天皇系の皇統をすべて受け継いで一本化するわけですが、3つの系統を受け継いだ人がもう一人いるんです。この石姫の姫巫子も遡っていくと、母親を通じて雍略天皇に、母親の祖父が仁顕天皇、そして父親を通じて慶太天皇につながると。で、この雍略天皇のひ孫同士が結婚するんですね。このように雍略天皇の皇統というのは、系図の中に女性をきちっと書き込むと、こういうふうにして流れているんですね。で、こうやって系図作ると、やっぱり雍略天皇というのは偉大な天皇だったんだろうかという気になったりします。